ダークウォーターは2005年のアメリカ製作のホラー映画、ウォルター・サレス監督、鈴木浩二原作の日本映画、このぐらい水の底からのアメリカリメイク作品、タッチストーン・ピクチャーズ製作、日本では東方童話配給、提供、1974年のシアトル、雨の放課後、学校の入り口でお迎えの母親を待ち続ける5歳のダリア、 母との苦い思いがトラウマとなっている彼女の脳裏には、電電太鼓のようなおもちゃの音色とともに、この苦い過去の記憶が今でも、頻繁に蘇ってくる。2005年のニューヨーク。離婚調停中のダリアと、夫カイルは、彼らの娘6歳のセシリアの親権を争っている。そのため、ダリアは、一刻も早く、娘の養育に適したアパートや仕事を見つけなければ、 ならないというプレッシャーを抱えていた。やがて、ダリアとセシリアは、ニューヨークの外れにあるルーズベルト島の片隅に、アパートを見つける。少々不気味で古い部屋ではあったが、急いでいたこともあってダリアは賃貸契約を結んだ。セシリアとの新たな生活を何としても守りたいと願う。ダリアだが、次々と不気味な現象に見舞われてゆく。 寝室の天井で日ごとに大きくなる黒いシミ、誰もいないはずの上階から聞こえてくる物音、そして見えない友達と話し始めるセシリア。何か怪しく、謎めいた管理人と不動産業者は全く頼りならず、ダリアは次第に精神的にも追い詰められていくが、これはさらなる恐怖への入り口にしか過ぎなかった。役名、俳優、日本語吹き替えの順に記述。 ありがとうございます。